第3月曜は賢い消費者になりましょうと題して消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきますまた後半ではまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からタイムリーな情報を伺っていきます、えー、まずは消費生活センター相談員の大塚さんには訪問購入をめぐるトラブルにご注意を そして、まちづくり共同センター商品生活ご担当の小寺さんにはインターネット通販で購入した製品事故にご注意を、これについてお話を伺っていきます。 それではまず大塚さんに伺ってまいりましょう今回のテーマが訪問購入をめぐるトラブルにご注意をとありますこれを選んでいただいたのはなぜですかはい。不要品を買い取ると電話があって、えー、家に来てもらったところ強引に貴金属を買い取られた など訪問購入に関する相談が寄せられていますあ、そうなんですね高齢者がまとまった不要品を処分しようとしてトラブルに遭うケースも見られます、うんはい、気をつけなきゃいけませんねじゃあ早速あのいただきました事例私の方からご紹介していきます、えー、自宅に着物やブローチを買い取りますと女性から電話がありました処分しようと思っていた着物があったので訪問日を約束しました 当日は男性2人が訪問し、家に上がって着物や帯20点が1200円で買い取られることになりました。男性の1人が鑑定資格があります。ネックレスの留め金を留め具を見せてくださいと言われたので、18金ネックレスを見せますと、18金の色とは違うと言われ、1万円で買い取られました。 納得できないのでクリンゴフをしたいですという70歳代の女性の事例ということでご紹介いただいてますがこれはあのいろいろと私たちこんなことになりそうな気もしますね、はい、注意しなきゃいけない点ちょっとまとめながらご紹介いただけますか、はい、まず訪問購入には消費者を守るためのルールや制度が定められていますあ私たちを守るためのルールや制度が定められているんですねはい 詳しくご紹介ください。はい、まず、あの訪問購入と訪問販売があのうまく区別できない方もいらっしゃるんですね。ですから、訪問購入っていうものについて、まずお話しします。はい、訪問購入は消費者の自宅を購入業者が訪問して、えー、物品を買い取ることです。はい、訪問買取よく訪問販売っていう代わりの訪問買取。はい、そして。 よく「押し売り」って昔言いましたけれども「しはいはい、押し買い」って呼ばれたりもしています、はいはい、これは特定商取引法において、ええ、購入業者が、ま、守るべきルールや、ええ、消費者を保護する制度が定められていますそうなんですねしかし今回の事例のようにう貴金属を強引に買い取るトラブルが後を絶たない状況です、はい、えっと他にも次のような情報が寄せられていますご紹介くださいはい 履かなくなった靴をリサイクルするという業者と電話で訪問の約束をしたけれども、はい、業者は訪問するなり貴金属はないのかってしつこく椅子を割ったっていう事例があります。はい、他には着物の買い取りに来た業者が査定の結果を 連絡くるのを待っていますと言って数時間帰らない、えーえー、その間に業者は「不要な貴金属はないのか?」と聞かれて安く買い取られてしまったという事例や、はい、あとは「貴金属がない」と伝えたら大声で怒鳴られて怖いよ 思いいをしてしてままったなど<ー>いろんな事例があります、ね、そうなんですねでも今の伺うとついついあの家の中の片付けができるからと思って、はい、で先ほどのようにあの「査定の結果待ちますね」なんて言われたらその間に世間話をしてるうちに見せてしまったりってことはありますけどもそれは やってはいけないことをいろいろなんかこの中にはありそうですね。すねはい、やはり業者は言葉巧みなので、気をつけていただきたいです。はい、じゃあ、気をつける点、具体的に教えてください。はい。買取業者の訪問があった時、<っ>まず不要な勧誘はきっぱりと断るということなんです。ですから、先ほどのように履かなくなった靴を買い取ってもらおうと思ってた場合でしたら。貴金属はないのかって聞かれても、<っ>まあ、きっぱりと断ってください。はい。 これが大事なんですね。はい、ありませんと言えばいいんですね。はい、ですけれど,も,ども中には言葉巧みに、はい、まあ見せてくださいよ。 えー、あの査定だけでもなどといって貴金属やブランド品などを見せてくれという業者も多く見られます、えー、ですけれども貴金属やブランド品などをむやみに見せないそして触らせないということが大事です、うんはいはい、でも本当この辺は例えばあ素敵なネックレスですねとかお好きなんですかです、ね、とかとにかく巧みなことは巧みなんですね。はい そして消費者の方も自分がしっかり応対すれば大丈夫って考えてらっしゃるんですけれども一人ではなく業者と対応するときはできるだけ家族や知人に同席してもらうようにしましょうそれがいいですね、はい、なるほどね複数だったらまたあのその間に対処ができそうな気もします,、ねすねはい、やっぱりあの第三者がいるということで、うん、冷静な判断もあうべると思います。はいはい あのそしてなんかこう以前に私もこの時間で何度かお話を聞いてるので目的以外のことをしちゃいけないというのはなかそんなのもありましたよね。はい、そ,でそのあたりぜひちょっとあの来られた方々がやってはいけないことなどありましたらぜひ教えてください。はい。訪問購入業者がえっ、ー、とやってはいけない行為っていうのがあります。はい、教えてください。はい。三点ご紹介します。はいはい、はい。まず一点目。 消費者からの要請がのないのに、突然訪問して勧誘することはいけません。はい、はいはい、例えば査定だけを依頼したのに、訪問のついでに買取も勧誘することです。えー、ああ、そっか,か、そっか、このどのぐらいになりますかという査定だけを、はい。お願そのつもりで、はい、訪問をお願いしたのに、買取もしますよっていうような。はいうん、その予定外のことをしてはいけませんよっていうことなんです。はい。はい あと着物の買い取りをすると言って訪問して貴、はい、金属などを買い取りする、うん、つまり着,着物の買い取り以外をしてはいけないんですね。ですけれどもそういうふうに買い取りするといったものとは違うものを買い取ろうとしうするというケースがあります。これれも禁止されてていいます、はいまあ、事前のの約束とは違う物品についての買取を 勧誘された時は一旦断るようにしましょう、えー、はい、なんか便利だなと思いがちですけどもそうです、ね、あの下心見え見えのところがあるわけですね、はい、金属が目標なんですね業者はせっかく来たんだからとか<ー>ガソリン代を使ってきたんだからって言ったりしますけれども、えーえー、本来の予定ではない場合は勧誘してはいけませんので、うん、それを覚えておいてください、はい、やっちゃいけない行為をするってことはもうそもそも いけない業者です,、ね、いいですね。そうですね。はい、わかりました。二つ目はなでしょうか。はい、2点目は事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的をはっきり示さずに勧誘することです。うん、事業者名を言わなかったり、あと買い取りする物品、うん、本来着物なのにえっ、ー、と貴金属を買い取ってるっていうのはこれは明らかに言っていませんよね。うんはい、はい。こういうような勧誘の仕方。 禁止されています。はい、もうだから、あのきちんとした業者さんは。これはやっちゃ会社でも言いますし。はい、やっちゃいけない行為だっていうことが分かってるから、はい、誤解のないようにきちんとされるはずですからね。わ、はい、かりました。三、はい、つ目は何でしょうか。か三、はい、点目は、えっと消費者が断った場合。はい やっぱりこの着物先ほどの事例でしたら1200円で安かったですよね、まあ、びっくりしました私ね桁を間違えてご紹介したかな、はい、と思いましたけど着物や帯20点が1200円で買い取られるっていう事例が三田市内であったんですけれどもこのような場合もえって思った時にはきっぱり断ってくださいあ断れるんですねはい。はい、でも断っても居座る業者とか、はい、さらに勧誘を続ける業者がいます、はい、このようなえっ、ー、と居座るとか勧誘を 続ける断られてるのに続けてしまうっていうのも禁止されている行為です、ええ。はい。だからなかなかのお物って言ったら自分も大切にしてたので、はい、玄関先で広げるっていう気にならないから,ならない、ね、ちょっとおうちのお部屋に上げてしまうケースが多いです。ええ、そうですね。そのあたりは気をつけなきゃいけませんね。だからやっぱり一人ではなくてそうです、ね、どなたかあのお友達とかご家族とか何人かで対応した方が、はい、あの。 やはり家に一人しかいないなっていうのも業者は見ています。はい。そして貴金属を持ってくる場所をどこから取ってくるのかな、<ー>どこから出してくるのかなっていうのも見てる場合もありますので、ね、はい気をつけてください。そうですね。むやみにやっぱり知らない人を家にあげ,ににあげてはいけません。そうですね。そして例えばあの。 まあ、この方は大丈夫だと思って、あの売却をね、売ることを決めたときには、どんな点に気をつけたらいいでしょうか。はい、もう買取の契約をするときは、契約書面を必ずもらってください。はい、はい、業者は次に挙げる事項を記載した契約書面を消費者に渡す義務があります。なるほど、はい。はい、その事項っていうのは、まず物品の種類や特徴、そして数です。はい。 例えば指,指輪1とかっていうのではなくてダイヤの指輪何カラットダイは、えー、とプラチナとか細かくく書いてなくてなは<あ><と>具体的にもそのものを象徴した言葉がちゃんと入るように、はい、というと、はい、特徴を必ず書いてもらう、ええ、そして数も書いてもらうということです、はい、そして購入価格、えー、といくらで売却しましたよっていうのが分かる金額を書いてもらいましょう。はいはい そしてクーリングオフについての説明事項も書いてなくてはいけません、はい、そしてあとは契約の年月日、はい、そしてあと大事なのは事業者の住所、はい、名称、はい、連絡先そして担当者の名前、はい、これらが書いてないと後々、えっと、業者と交渉などとなる場合に必要となりますえっと契約書面は必ず受け取って保管しておきましょうはい 今伺ったのは本当にすごく大事なことでその紙を見たら自分の何をあの売ったのかっていうのが分かるような内容になってますね。はい、すね売ったものの種類と特徴だからあの指輪ではなくって、はい、どんな石でどんなデザインでデザインでも、はい、色もねできたら、はい、数もそして当然売った時の価格。はい それからクーリングオフこれまたちょっと後で詳しくお伺いしたいと思いますが、はい、クーリングオフについての説明がそこに書いてあるかで申し込みや契約の年月日これも大事ですよね、はい、であの買っていかれた事業者さんのおところとそれから会社名と連絡先と来られた担当者の方の名前、はい、これがもう最低限きちっと揃ってないと だめですよ、はい。そうなんです。あのよく、うん、あの領収書だけって言うんでしょうかね。ついつい、ね。それだけをもらったら、まあ、配信と。思ってる方がいらっしゃるんですけど。はい、この訪問購入っていうのは、これだけ厳しく、あの規制されています。わかりました。そして。クーリングオフ、私たちは不意打ちのっていうふうに思ってます。はい、クーリングオフ。はい、今回の場合は違いますよねす。はい。あの、やはりね、不意打ち。 ってい、はい、えーとクーリングオフまあ今回の事例では8日間のクーリングオフ期間があるんですけれども、はい、えーと着物を買い取るって言って着物をクーリングオフっていうのならあ、はい、まあこれは買い取ってくださいってお願いしてますよね。えーはい、ですけれども宝石貴金属っていうのはまさに不意打ち性があります。ははい、はい ですから、えっ、ー、とクーリングオフ期間この期間消費者は何ができるかって言いますと、うんはい、購入業者への商品の引き渡しを拒むことができるんです。はい、はい。えっ、ー、と今日だから今日引き渡さなきゃいけないっていうわけではないんですね。えっ、ー、と8日間契約書面を受け取った日を1日目として8日間は購入業者に商品を渡さなくてもいいという権利があります。はいはい、引き渡し拒絶権 というものになります無条件で契約解除ができるっていう点では訪問販売のクーリングオフと同様に、ええ、はがきなど書面で申し出が必要となります、はい、そのためにもあの契約書には書面があ<ー>あの契約書を出す相手先の住所や名前、ええええ、連絡先の 記載が必要となっています。はい、この時にはじゃあ指輪は不意打ちの対象になりますけれども、はい、着物の場合はどうなんですか。はいはい、着物もあの対象にはなるんです。あそうですか、はいはい。先ほどのように二十点もお渡ししたのに千二百円というのは、はい、これもトーリングオフはできます。ですけど一般的にはえっ、ー、と。 これは本人さんも売りたくてっていうので、なかなかきクーリングオフしたいっていう方は少ないですね。でも金額がね、はい、すごく。もう思い出があるのに、ちょっと納得できないっていう。そ,うね、その時はもう業者がいらしたから言われるが、まま流れのままってなったかもしれませんけども。はいはいえっと 今回の事例でしたらら物と木金属を売られてますよね、はい、ですからまとめてクーリングオフっていうのもできますし、はい、もしくはいやいやこれ貴金属だけをクーリングオフしたいっていうふうに分けてもクーリングオフできます。うん、あそうですかはい、はい ですから、えー、とまず、えー、とじっくり品物を手元に置いて考えるのが一番いいいかと思いますですから8日間たってから引き渡ししますよというふう、はい、に業者さんとお話しされてはいかがかと思います、はい、じゃあのそれに対応してくださる業者さんだったらもう安心してそうで,す、ね、できそうだなと。はいはい つまり結果的には見積もりっていう状態になりますかね。その待ってもらえるんでからで、ね。見積もりそうです。えー、その金額でえっ、ー、と待ってくれるっていう状況ですね。はい。ですけど業者は今日だからこの値段で買い取るんですよとか言うんですよね。<laughs> そうですね。はい、でもそそれで荷物を渡したとしても、はい、クーリングオフはきちんとあの相手の住所とか連絡先とか会社名があれば対応ができるので。はい ちゃんと返してもらうことができると、はい、受け取ったお金を相手に返して品物を返してもらうそのためにもやはり物品の種類や特徴、数っていうのはしっかり書い,いてもらわないといけないんですね18金の指,指輪を渡したけれども帰ってきたのがおもちゃの指輪だったっていうことにもなりかねないですですから自分が渡したし物品の種類や特徴それはしっかり書いてもらうようにしましょうはい わかりました。そしてそのクーリングオフができるのが、えっと受け取った契約書面を受け取った日が一日目になって八日間ということですから、はい、なかなかあの一日にち計算難しかったら一刻も早く気になったら動くということですね,ですね、はい。月曜日に渡したら次の月曜日がもうクーリングオフの期間なんだってそういうふうに覚えてください。同じ曜日、同じ曜日っていうふうに覚えていただくと覚えやすいで、はい、すね。そうですね。はい、わ、はい、かりました。 ここれれはは何ででも大丈夫なんですか一部の物品が適用除外となっています。そうなんですかそれは二輪以外の自動車、はい、そして大型家具、はい、大型家電、はい、そして本や CDDVD ゲームソフト類あと有価証券などは適用されません。あそうなんですか、はい、クーリングオフもできませんし訪問購入の規定も適用されない。 というふうに覚えておいてください。あ,あ、そうなんですね。 とにかくでもまあ迷ったらまずはご相談ということなんでしょうか。はいね、これがどうなんだろうって思ってる間に遅日過ぎてしまいますので一刻も早くご相談ください,、ねねはい。それと諦めないことですね。そうですね。諦めない納得できないっていうときにはやはりこれは契約させられたっていう変な状況だなと思ってください。ねね、そうですね、はいえー。ご相談月曜日から金曜日と第二第四土曜日朝10時から夕方の5時まで受け付けてくださいます。でもちろんちょっとお出かけ難しいと。 方お電話でのね相談も大丈夫ですね、はい、えと電話番号が559-50-59-559-50-59 55です、えー、困った時にはサン三田市消費生活センターの方にもうすぐに気軽にご相談なさってください、はい、もちろん秘密も守っていただけますね、はい、ありがとうございますよろしくお願いしますまずは、えー、相談員の大塚さんにお話を伺ってまいりました それではは今度は小寺さんにお話伺ってままいります、はい、後半のテーマがインターネット通販で購入した製品事故にご注意ということですがこれをテーマにお選びになったのはどういうい理由ですか、はいえー、インターネットの急速な普及により、えーえー、国内に限らず海外からも簡単にインターネットを、えー、通販で、まあ、あらゆる製品を購入できるようになりました。 これに伴いネット通販で購入した製品による事故や健康被害の報告も増えておりインターネットで購入した健康食品で健康被害が出たか連絡先がわからない海外からネット通販で購入した自転車で事故を起こしたが保証はどうなるあと化粧品で失神が出たので定期購入をやめたいが キャンセルできないなどのあ、はい、まあトラブル情報が寄せられています。はい。まあそこで今回はネット通販による、えー、危害、えー、危険情報についてお話しします。はい、わかりました。よろしくお願いします。あの現状などもう少し具体的なトラブルを教えていただけますか。はい、えー。全国消費生活情報ネットワークシステムによると、うん、まあ製品別では健康食品、はい、化粧品が多くなっています。はい また、化粧品、健康食品の他に自転車、用品、家具、寝具の割合も多く高くなっています。このうち最も多いのは化粧品で湿疹、かぶれなどの皮膚症状に関連した健康被害などの事例が見られます。2番目に多いのは健康食品で下痢、吐き気、腹痛などの消化器症状や み湿疹などの皮膚症状の、えー、被害情報が寄せられていますあこれも困りますね次に3番目に多いのは自転車、用品で<っ>製品の不良や組み立て方法などが原因で、うんまあ、転倒しあ、はいえー、骨折、打撲などの事故が起きていますそうですか、はい、で4番目は、えー、家具、寝具で、えー、組み立て中の怪我などの、えー、被害情報が寄せられています。 なるほど、ね、いろいろと今具体的にお聞きすると、はい、実際のご自分の体に失神だったり怪我だったりということで気をつけなきゃいけないこと、はい、いろいろありますね。はい、では注意点是非ご紹介ください。はい えー、それではあの注意点の方を話したいと思います。はい。まあ五つありますので。五つですか。はい、はい。じゃゆっくりご紹介ください。はい、じゃ一つ目は何でしょう。はい。はいえー、返品、えー、条件などの契約内容をまあ確認してから、えー、購入しましょうあ。返品条件ね、あの買うときにはねワクワクするので。 ついついこの辺りを返品するってことも考えてないんですけど大事なんですねはい、はい、そうです、はい、ご紹介ください、はいえー、ネット通販をはじめ、えー、通信販売では、えー、クーリングオフ制度はありませんないんですね広告に記載された契約内容に返品や、えー、交換をくっつけない旨が表示されていた場合表示された内容にしたこと,、えー、ことになるので、えーまあ、購入前に必ず契約、えー、内容を読み、はいまあ、特に製品に不具合があった場合 の返品条件などを確認するようにしましょうで。表示がない場合は、製品が届いてから8日以内であれば消費者の送料負担で返品が可能です。また化粧品品や健康食品では 定期購入を割引などの条件としているものも見られますま悪質なものでは、えー、定期購入であることをわ,わざとですね、えー、認識しづらくしているサイトもあります、はい、まあ、初回無料や、はい、今だけ割引といった記載に、うんえー、惑わされることなく、えー、必ず返品条件などの契約内容を確認してください、はい また万が一トラブルになった時のことを考えて契約内容の画面は全て印刷するかま、はい、画像保存をするようにしておいてくださいはいわかりましたとにかく返品条件の契約内容はきちんと確認してから、はい 買うようにしましょうということですね、はい、ありがとうございます二つ目は何でしょう、はいえー、事業者の連絡先はメモにあの控えておいてください大事ですね事業者の連絡先、はい、はい。もう少し詳しく教えてください、はいえー、万が一、えー、事故や健康被害のトラブルになった場,と、えー、場合のことを考えて、えー、購入したサイト事業者の名称電話番号メールアドレス住所などの連絡先は、えー、必ずメモにた、えー、控えておくようにしてください えー、電話番号が記載されていてもその番号は使用されていない<ー>、えー、呼び出し音のままつながらない、うんえー、ずっと留守番電話、えー、状態の可能性もあります少しでも不安な場合は購入前に、えーえー、実際に電話をかけてみて、えーえー、問い合わせ、えー、先として正常に運用されているかどうかを確認をしておいてください。なるほどはい また、えー、事業者と電話、えー、ファックスメールなどでやり取りをする場合はすべ、えー、ての履歴を保存しておくようにしてくださいはいわかりましたちょっと不安だなと思ったらもう購入する前に実際に書いてあるところにかけてみる、はい、これなかなかの自分を守る知恵ですねはいそうですねはい、はい わかりましたありがとうございます三、はい、つ目は何でしょう三、はいえー、つ目としましては、はいえー、購入前にリコール対象製品になっていないかをまあ、確認しましょうここはなかなかできてないですね、はい、詳しくお願いします、はいえー、ネット通販で販売されている製品の中には 国内外でリコール対象製品になっている場合があります,す、えー、購入しようとしている製品がリコール対象となっていないかどうかを確認してからまあ、購入してくださいはいわかりましたこれも大事ですね、はい、購入前にリコール対象製品かどうかを調べましょうはい、ありがとうございます、はい、4つ目は何でしょう、はいえー、安全に関する、えー、説明書を必ず読み、えー、ましょうはい 自転車や家具など製品によっては使用方法や組み立て方法を誤ると、うん、まあ大きな事故につながる場合があります。すね、製品到着後は必ず説明書を読んでから使用するようにしましょう。はい、わかりました。最後はどんな注意点でしょうか、はいえー。利用者登録サービスがある場合は早めに登録しましょう。あ、これはどういう意味でですか。はいえー、まあ購入後に、えーえー、事業者のウェブサイトに利用者登録をするよう。 サービスがある場合はできる限り早めに登録しましょう、はい、当該製品のリコール情報や安全に関する情報が新たに出た場合にはメールなどですぐに情報を受け取ることができます、はい、まあなおウェブサイトから登録する際は正規のウェブサイトであることを確認してから登録してくださいなるほどね、はい、そこで万が一トラブルになった場合には えー、ネット通販で購入した、えー、製品で事故や健康被害,、えー、被害が発生し事業者からの説明に納得できない場合事業者と連絡が取れず解約できない場合など、はいま、トラブルが生じた場合にはですね三田少子生活センターに相談してください。はい これもやはり一刻も早くおかしいなと思ったらお早めの連絡ということですねはいそうですね、はいえー、月曜日から金曜日そして第2第4土曜日朝10時から夕方の5時までキッピーモール6階にありますセンターの方にお出かけくださいそしてお出かけが難しい方はお電話でも対応してくださいます電話番号が55950595595059 55です 今日は消費生活センターの相談員の大塚さんに訪問購入をめぐるトラブルにご注意をそして後半ではまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんにインターネット通販で購入した製品事故にご注意をこのお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました, 3> ました第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題してお届けしております 次回は10月21日を予定しております次回もぜひお聞きください